皆さんをイリュージョンの世界に誘いたいと思います。僕がいつも使っているヘアゴム、こちらを手の中に入れて、この彼女からいただいためちゃくちゃ美しいペン、これで3、2、1と唱えます。すると手の中にある輪ゴムがなんと一瞬にして消えてしまいます。いきますよ、よーく見ていてくださいよ。僕が何も不正してないかどうかとか、そういうの多分皆さん疑ってると思いますので、よーく見ておいてくださいね。いきますよ、3、2、1。チャンネル登録してね。星、今日ママ上がいるから、ちょっと静かめのテンションで撮影していこうっていう感じで、まあ、撮ってるわけなんですが、この前ね、食卓でママ上から最近の動画面白いね、どうしたのっていう風に言われてすっごい気まずくなりました。どうも小沢優太です。今回はですね、男子が好きな人にしかしないガチ脈割り行動、こちらをね話していこうかなという風に思ってます。最近ちょっと下ネタ系強かったなって思ったので、ここで一回小沢優太ってちゃんとみんなの参考になるような恋愛系 YouTuber なんだよっていうのを皆さんに示しておこうと思ってね。僕はクリーンで行きたいんですよ。で、それで有名人みたいに、ゆうたくんかっこいいっていう風に言われたいんですけれども、今なうこれ。てべろ。僕がね、こういうことをされた人っていうのは脈ありなんですよっていうのを話すのもいいと思ったんだけど、まあどうせだったらいつも通りね、インスタグラムの方で募集して、それを回答していこうかなというふうに思ったので、インスタグラムで男の子から募集したやつ、プラス僕の知識っていうのを交えて話していく、視聴者と手を取り合う YouTuber の鏡ですから僕は、他の子よりもより多くおごる。これはめちゃめちゃわかる。よくさ、脈あり行動で目が合うからどうのこうのとかそういうのってあるじゃん。で、あれ本当に脈あり行動なんだよ。でも弱すぎるんだよね。ちょっと気になってるから目合わせてみようかっていう風に目を合わせに行く人もいるから、けども周りの人よりもおごるっていうのはこれはガチ。男ってさ、好きな人に気に入られたいからさ、お金とかやっぱどうしても使っちゃうんだよ。バカだよね。だからよくおごられるのが嫌だっていう女の子もいるけど、でも好きな子だからなんか見え張りたいみたいなところはあるから、そこはありがとうって言ってあげた方が男的には嬉しいなって俺は思ったりとかするから、僕が生ライブした時にみんなおごるという名目でスパチャください。立つ、わかる、脈割り行動とかじゃないけど、好きな子を横切ってシャンプーの匂い嗅いだ瞬間にボキーン。これお母さん見るんだよ。お前らできないでしょこんなこと。俺にしかできねえから。スイスイ。頼まれてないことでもしてあげたくなる。何かあったら相談してねとかそういうやつだよね。女の子からしたら、いや別に頼んでないしこれ以上いいんだけどって思ってるかもしれないけど、男からしたら、いやこれで関係切りたくないんだよって思いが強いから、プラスアルファでさ、必ずさ、何かあったら言ってねとかそういう言葉投げかけるよね。だから自分の周りで何かあったら頼ってねとか、他に相談とかあるっていう言葉を言ってくる人、おめでとう、脈ありかもしれません。俺もよく言ってた、何かあったら頼ってねっつって。でしたらね、本当に頼ってくれるの女の子、うわ嬉しいとか思って。でさ、正直そこまで来たら好きなんかなって思っちゃってたんだ僕は。ね、好きかなと思って告白したら、もちろん振られた。5回告白しましたその子に。最後らへんね、告白のハードルが低くなって、普通さ、好きです付き合ってくださいって真剣に言うじゃん。まだ俺のこと好きちゃうって。もうそういう告白するようになった。うん、もちろん振られた。殴る、お前クソ男だよ。指が触れた時に手を引いたのは脈ありですか。ポジティブやな。脈ありちゃうだろ。手が触れて、あごめんってなっただけだよ。お前ポジティブだな。なんでわかんでも脈ありに捉えがちやろ。そんなね、ポジティブに捉えてるとね、いつか騙されちゃうよ男に。やりたいとしか思われてないのに、寂しいな、ちょっと相手してよとか、そんなこと言われたら私のこと好きなんじゃないのかなって君思っちゃうでしょ。でもね、君に言いたいのが、俺最近なんか頑張ってて疲れもあるから、一応チャンネル登録だけしてくれるとなんか嬉しいなって思う。遊んだ時に家まで送る、一人にすんの心配じゃない。俺も遊んだ時に必ず家に送るっていうことをしてたんだけど、あれって女の子からしたら逆にどうなの。家まで来なくていいんですけどってなる女の子の方が多い気がするけど、ごめん好きだったらねやっちゃうんだ、家まで送っちまうわ。まあ、もしね送られた経験がないっていう方、僕にね住所を送ってくれれば、僕が疑似体験ということで君のことをね家まで送ってあげましょうか。嘘でーす。ガチボレした人にはストーカー気質やめときな。気持ち悪いよ。うん、俺今見てても気持ち悪いって思っちゃったもん、ごめんちゃい。すごく見ちゃうとか、ちょっと後をついちゃうっていうのは、中1の頃の俺の友達がそういう感じだったのね。俺らはそいつをからかうっていう名目で、その女の子のことを何回見るのかっていうのを授業中に数えたことがあって、1時間の間で260回だったのそいつ。見すぎやろみたいな。そんなことを言っている小沢だが、実はその見られている女の子のことを小沢もまた好きだった。ちなみに男友達が260回見ているとき、小沢は1時間で300回ほどチラ見した。もうそれが見じゃね。言葉がたまにキョドったり敬語が混じったりしてる、緊張から来るやつだよね。まあ、特にあんまし女の子慣れしてませんよっていうメンズにはすごく多い気がする。ちょっとごめん、すっごい話変わるけど、ズボン履いていい？いいかなとか思ったらちょっとサブなってきたわ。
にさ、ちょっと関わりがないことかになるとそういう感じの発作みたいのが出ちゃうんですよね。これって何々なんですよね、あー何々だよみたいな、敬語とタメ口混ざっちゃうみたいなね。でも好きっていうことに限らず慣れてないからっていうのもあると思うんだけどね。チンチン見せちゃう、俺止めないけど自分の責任でやってくれよ。靴舐めるかな。僕の男性視聴者ってこういう人ばっかなんですか。まあ、僕がこういう動画のスタイルを撮ってるから仕方ないっていうのもあるんですけれども、これが俗に言う自業自得ってやつですか。彼女欲しいアピールをする。とにかくさ、恋愛の話につなげようとしない。恋愛の話につなげて、そっから相手のタイプとか聞いていく。なんなら相手が彼氏欲しいかどうかっていうのを聞いていくと。でそれで自分はこういうタイプだよ、自分は彼女欲しいよっていう需要と供給をマッチに行く作戦みたいのをするよね。小悪魔的女子ってさ、そこであこいつ私のこと好きなんだなって気づくやつおらん。恋愛の話になってタイプを聞くとすんじゃん。したらね、その女の子が俺のことでしょそれっていうタイプを並べるの。これは俺のこと好きでしょうがないんだこいつはと。あーじゃあ告白してあげましょうかつって、好きですパー、暇があったら見てしまう。わかるわ。俺も暇さえあればいつも YouTube のコメント見てるんですよ。そういった視聴者思いなところみんなからしたらキュンちゃいますか。俺ちなみに個人的にこれするやつ嫌いです。休日とかの私生活聞きがち。俺よくサブチャンネルで恋愛のことがっつり話してるんだけど、そのサブチャンネルでよくね、休日のこと聞かれる人は脈ありだぜって話をするんだよ。本当に相手のプライベートってさ、好きになった人のことめちゃくちゃ気になるじゃん。っていうかそこで男子と遊びに行くんだよねって予定が出た日にはもう病んじゃうみたいな、そういったレベルじゃんね。だから皆さん休日の予定僕に教えてください。無意識レベルでチラチラ見ちゃう。まあ結局さ、見ちゃうっていうのすごくわかるんだよね。俺も結構気になっちゃう人に対してはさ、なんか見ちゃうっていうことあったような気がするんだよな。なんか学生時代思い出して懐かしいなんていう風に思ったりとかするんだよね。脈あり行動？そんなもん知らん。しれ、さりげないボディタッチ。男も女の子もさ、ボディタッチするの上手い子っているよね。本当に好きになっちゃうみたいな会話してる時にさ、もうやだーとか言ってこうやって、やべ。やべ、待って。また水こぼすかと思った。おかずにするだって。俺も。おすい。嫉妬する。俺的に好きな女の子がこういう行動した時に一番嫉妬するっていうのがあって、学年の他の男子と話すとかそういったことじゃなくてね、俺の知らない他校の男子と仲良くしてるストーリーを見た時に嫉妬しちゃうの。これわかるやつおらん？まだ同じ学校のやつだったら、あーこいつ面白いしなとか、女の子と仲良くしてるよねってそういうのわかるじゃん。けど全く知らない他校のやつだと、ちょっと待ってそいつ本当にいいやつなの？一回俺に紹介しないみたいな、お父さんですか僕は、そういった独占欲っていうのが出てきちゃうんですよ。そんなことを考えてる自分が気持ち悪いんだけど、これ女の子でも分かってくれないかな。ちなみに僕があんましコラボしない理由っていうのがありまして、女性視聴者に向けて動画を撮ってるわけじゃないですか。だから女性視聴者がすごく多いんですよね。その中で女の子とコラボしたら、君たち嫉妬しちゃうからなんて思ってるんですけれども、頼られたら全力で助ける、いつの間にか自分の方が本気になってる、お前可愛いなぁ。でもわかるよ、頼られただけでこいつ俺のこと気があるんだなとかそういうこと思うし、常日頃から男って他の男子よりも差をつけたいみたいな、そういうのあるじゃんね。コーナーで差をつけろみたいな。はい、頼られると、あ、他の男子よりも俺のが頼りになるんだなっていうことを思って、それでもっともっとその子にいろんなことしてあげたいっていう風に思っちゃうわけですよ。だから皆さんに僕から頼りたいことがありまして、高評価お願いします。高評価ね、押していただくと、なんか嬉しくて、もっともっとみんなにいろんなことしてあげたいなっていう風に思って、なんとなく意地悪したりする。めちゃめちゃわかるんだけど、ちょっかいを出すことによって周りの男よりも一個上のステージに行けるって思わん？そのさ、ちょっかい出せるのは俺だけなんだぜって優越感に浸りたいみたいなところはあるから、意地悪したりとかねするんだけど、でも本当に気をつけないとマジで嫌われちゃうから。男のいじりってたまにどぎつい時あるから、本当気をつけてねみんな。まあ女の子とかでも意地悪して好きな人と距離近くなりたいっていう人いると思うんだけど、女の子のいじりとかも男の世界では通用しなくて、こいつうざいって思われちゃうかもしれないから、そういう時はいじるの俺だけにしとき。この偉いじりたいんだろお前、よく見せてやるよ、ほら近くで見せてやるよ、すごいだろこれ。しかもな、まだみんなに言ってないいじりポイント一つあるから教えたるわ。俺昔すごい太ってたのよ。だからね、ここめっちゃ伸びるのよ、ほら。
何かと理由つけて近くに行く。これもわかるな。もうとにかくそいつと距離を縮めるよね。本当にね、これ面白いなと思ったのが、心理学の本を読んでてね、人って好きな人ができると、その人に体が向いちゃうっていう傾向があるらしいの。二人で話してますよってなったら、それは体向くの当たり前でしょってなるけど、自分が別の場所で話してて、で、その人が遠くにいて、遠くにいる人が自分の方向に体を向けてるっていうこともよくあるらしいのね。そんぐらい距離とか関係なしで体を向けちゃうらしいのよ。つまりこの動画を見てるみんな、僕の方に向かって体を向けてるでしょ。画面というものがあるけれど、君と僕の距離っていうのはすごく遠いと思います。僕は長野県に住んでますが、皆さんはね、東京とか大阪とかそういったところに住んでると思います。それでもみんな僕の方に体を向けてるってことなんで、多分僕のことみんな好きだと思うんですけど、ごめんなさい、僕彼女いるので付き合いません。ゆうたくん足の裏臭ない？嗅いだことあんのかよ。俺の足の裏臭くないよ、毎日洗ってるから。ゆうたくんにらめっこしよう。はい、笑った。俺の勝ち。何の動画だよ、これ。だから最近俺の動画浅いって言われるんだよ。俺が一番わかってるよ。でもそれでもみんな見てくれてる。俺のこと大好きやん。ありがとう。これママ上を見るというね、恐怖がこの後襲ってきますけれども、今回は以上にしておきましょうか。皆さんいい恋愛ライフを送ってみてください。ということで僕の動画高評価の高評価押してチャンネル登録もして、てかチャンネル登録無理にしてとか言わないから登録、あ、待てない、高評価だけ押して、だってボタン押すだけなんだから、そんなの誰でもできるだろうよ。